2階に上がって仲間を作ることができる誰を連れて行きますか？ぜひコメントに残していってください。私はどうするか。どうもうららです。本日はドラゴンクエスト3発売まであと少し、最初の職業何にする。ドラゴンクエスト3の発売日がですね、もう目前に迫っているということで、私はスイッチ版を予約しました。スイッチ版のブック型ケースを予約しました。なので発売日当日の夜から配信しながらドラクエ3やっていこうと思っているんですけれども、ドラクエ3といえば最初に仲間を作ることができて、その後転職っていうシステムがあるっていうのが大きな特徴だと思うんですけど、最初の仲間、皆さんは誰を連れて行きますか？で、私これドラゴンクエスト3をやったのが結構子供の頃だったので、全然システムを覚えてなかったんですけど、結構ややこしいというか、なんかどう育成していくかっていうのは結構鍵になってくるようなシステムなんだなってことを今回ちょっと調べて初めて知りました。これは確かに最初のメンバー誰で行くのかっていうのが鍵になってくるなと思ったので、皆さんの意見も聞かせていただきたいなということで今回この動画を撮っております。まずドラゴンクエスト3のこのシステムなんですけど、最初にルイーダの酒場に行って、私の記憶が正しければ、なんかルイーダの酒場に最初から登録されている仲間がいるんですけれども、2階に上がって仲間を作ることができるんですよね。で、名前を自分で入力して職業を選べるっていうのがあるんですよ。だから私は子供の頃いつもそこで兄弟の名前とか友達の名前を入れて自分のオリジナルメンバーを作っていました。みんなそれぞれにね、どんな名前つけたかとかいう思い出もあると思うんですけど、うちの父親とかは主人公も含めてローレル、ベンツ、スタレとエステマっていう名前で確かやってたと思います。こう車好きな人わかると思うんですけど、当時うちが乗ってた車の名前ですね。私はお姉ちゃんの名前と、それから幼馴染の兄弟がいたんですけど、その幼馴染の兄弟の名前を入れて、自分がもちろん勇者で、それ以外の職業をみんなに割り振るっていう感じでやってました。で、転職っていうシステムがドラクエ3にはあるんですけど、物語の中盤でダーマ神殿、転職をできるところに行けるんですけど、ダーマ神殿で転職をすると、まずレベルが20以上じゃないと転職ができない。で、これが6の転職システムとかとは違って、転職をしたらレベルが1に戻ってしまう。だけど転職する前のステータスを半分引き継げる。で、転職する前に覚えた呪文も引き継げる状態になるんですよね。だから例えば魔法使いレベル20で転職して戦士になった場合、メラを使える戦士ができるみたいなことだと思います。で、さらに、賢者っていう特別な、上級職があって、賢者になるには悟りの書っていうアイテムが必要なんですけど、遊び人に限ってはレベルが20であれば、悟りの書がなくても賢者になれる。ただし遊び人は戦力にならないっていうことなんですよね。で、確か私の記憶が正しければ、遊び人を連れていく意味って、悟りの書は1つしかもらえないんだけど、遊び人がいたら遊び人も賢者になれるから、賢者が2人作れる。これなんかちょっとちらっと調べた感じ、悟りの書を量産できるみたいな、なんか方法があるっぽいんですけど、ちょっとそこ私も分からなくて、詳しく調べてないので分かんないんですけど、なのでここがちょっと悩むポイントなのかどうかっていうのは私も分からない。で、そして賢者2が本当に一番ベストなのかっていうのも私はちょっと分かってないっていう状態です。ただドラゴンクエストってレベルを上げれば割と敵は倒せるっていうゲームだと思うんですよ。新しいドラクエ3がどれぐらいやり込み要素が増えて、それがどれぐらいこう強くなくっては、クリアできないっていう要素があるのかっていうのに関係すると思うんですけど、基本的にクリアするのにはそんなにこの職業じゃないととか、この順番で転職してないとっていうのは関わってこないだろうなとは思ってるんですね。ドラクエはそんなにこう難しく作られていないと思うから。だから結局のところ、自分がどうしたいか、自分のこう好きな編成、好きな戦い方をどう作っていくかっていう話になると思います。ということで、私はどうするか。いや、正直これ全然私分かんないな、何が一番いいとか。結構なんかちゃんと考えないと分かんない気がするから、結局もう何でもいいやってなって、武闘か僧侶、魔法使いを仲間にしていく気がします。それで初めて、この子とこの子をこっちに転職させようかみたいな感じにしていくんじゃないかなと。それ以外なんかもういいや、もう考えるのめんどくさいっていうのが本音
なので、今回皆さんからコメントをいただいたらですね、ちょっとそれを参考にしつつ最終的には自分で決定して、進めていけたらなと思っています。なので皆さんよかったら自分が考えるドラクエ3の初期メンバーと、その転職先をぜひコメントに残していってください。それを見ながらこんな冒険の仕方があるんだなっていうのをですね、参考にしたいなと思っています。よろしくお願いします。余談なんですけど、ドラクエ9も仲間を作れる制度があったんですよね。だから3と一緒で名前と職業を自由に選べるっていう制度だったと思うんですけど、私はその時に仲間につけてた名前があって、多分今回のドラクエ3でもその時の名前を採用すると思います。それは当日からゲーム配信したいと思っていますので、よかったら配信見に来て、あ、その名前にするのねっていうのをね、見に来ていただけたらなと思います。はい、ということでドラゴンクエスト3発売まであと少しです。とってもワクワクしているし、なんかこうドラクエ3が遊べるっていうだけじゃなくって、こうみんながドラクエ3だ、楽しみだなってなってる、このちょっとお祭りのような、いろんなところからワクワクがこうみんな吹き出してる感じがとってもこう高揚するなと思っていて、その高揚感をそのままに発売日の夜から配信していきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんもゲームしつつ私の配信にも付き合ってくださったら嬉しいです。この動画面白かったなと思ってくれた方は、よかったら高評価ボタン押していってください。チャンネル登録もよろしくお願いします。動画最後まで見てくれてありがとうございました。以上、うららでした。